小さい時から育ってきたその風景を見なくなることがすごく嫌だったので、私の中では栗原を出て仕事をするっていうことは考えていなかったので、まあ、動物だったり自然、木々が好きっていう方であれば、大変さよりもなんか楽しさの方が勝るような仕事だと思うので、とかチェーンソーを使って木を切ってるところを見てすごいもう感激してしまって、自分も木を切ってみたいっていう風に思い始めたのが林業を始めたきっかけかなと思います。入ってすぐに、そうですね、チェーンソーをすぐ持たせられるとかそういうわけではなくて、指導員の方が一緒についていただいて1から10まで教えていただけるので勉強しやすいし、一番はその安全第一としてやるので、普通の男性の作業員と比べて作業スピードだったりとかやっぱりだいぶ落ちてしまったりする部分もあるんですけど、ただ体力作りもその技術の面もなんですけど、林業って本当に自分がちゃんと努力すればその分うまく技術になったりとか体力もついてきたりとかする、そうですね、やりがいがある仕事だとすごい思います。そうですね、私がやっている仕事は山の中を歩いてこの山にはどういう仕事が必要なのかという情報を現場技能者の方にお伝えして、立派な綺麗な山を作りたいという目標に向けて作業を進めているという状態です。あとはこうやって現場で撮ってきた写真とかを見て図面とか資料の方に落としていっているような。私はこの組合に入るまでまるっきり、山でのスキル身につけていなかったので、上司の下で、一緒に山を歩きながらいろいろと覚えて、2年目から、一人で山に歩ってその覚えたことを活かしながら仕事をしているような状態です。山の入り口でカモシカに会って、まあ、その後すぐ逃げてしまったんですけど、また山の奥の方に歩いていったらさっきと同じカモシカがまたばったり出会ったりとかして、まあ、向こうももう驚かないでそのまま、あ、またかみたいな感じでこっちを見ていたのがとても印象的でした。こういう内畑の杉とかヒノキだったりとかもやっぱりそういう植物たちと自分が手をかけた分だけ応えてくれるところがすごく好きです。健全な森がなくなってしまったらもちろん野生動物も生きていけないわけなので、野生動物ものびのびと暮らしていけるし、私たち林業者にとっても、健全な森林を作っていけたらなというところは思っています。